駅舎とホーム改札口ホーム、夢見の駅は、茨城県取手市夢見の一丁目にある、関東鉄道上層線の駅である。当駅は、取手市に位置し、2011年3月12日に開業した、関東鉄道の中では一番新しく開業した駅である。取手駅から 4.5km、森屋駅から 5.1km の地点に、 上層ニュータウン取手夢見の地区の整備に伴い設置された駅である。島式ホーム一面2線を有する地上駅で駅舎のある北側が半地下構造となっている。ホーム有効庁は上層線の季節駅に見られる5両編成対応ではなく4両編成対応とされた。乗車人員は下表の通りである。駅北側は上層ニュータウン取手夢見のとなっており北側に 駅入り口、ロータリーが設置されている。駅南側は国道294号が隣接している。また、駅北側と駅南側を結ぶ歩行者通路がある。駅南側の国道294号線沿いの野野井十字路バス停が最寄りとなる。駅南側には2008年に地元小学生により名付けられた夢見橋がかかっており、その響きに、 豊かな緑を感じ、周辺に斜面林や利根川、古海川などの四季折々に姿を変化させる豊かな自然が溢れていることから、それらを身近に感じながら、潤いと安らぎの中で住む人の夢が叶い幸せが訪れることをイメージし、夢見のとした。名称策定にあたっては、取出市による市民への公募の結果を踏まえ、下高地区町づくり推進懇談会により決定した。 その他には、高の大、宝の森、鳥の森、三春が、丘が、候補となっていた。注釈出典。ありがとうございます。